新世代の暗号通貨ウォレット、スマートウォレットへようこそ。このガイドではスマートウォレットで最初のウォレットを作成する方法を説明します。まずアップストアからスマートウォレットアプリをダウンロードしてください。 iOS を使用している場合、または Google Play からダウンロードしてください。 Android を使用している場合、ウォレットを起動するとアプリの言語を選択するように求められます。スマートウォレットを使用するのに適した言語を選択してください。選択した言語のダウンロードには少し時間がかかる場合があるので、必要な言語がすぐに利用できない場合は少し待ってください。このガイドでは英語のインターフェースを使用してアプリを設定する方法を説明します。次に利用規約に同意するためにチェックボックスをオンにし、ウォレット作成ボタンをクリックしてください。スマートウォレットでは基本セキュリティ、ベーシックセキュリティとパスフレーズセキュリティ、パスフレーズセキュリティの2つのオプションが提供されます。このガイドでは両方のモードについて説明しますが、パスフレーズセキュリティのオプションを使用することをお勧めします。またコールドウォレットをお持ちの場合、ウォレットの作成時にスマートディフェンダーを使用するオプションも選択できます。このガイドではスマートディフェンダーを使用して新しいウォレットを作成するプロセスも説明します。ニーモニックフレーズの長さを24語または12語から選択できることにご注意ください。24語のニーモニックフレーズはデジタル資産のセキュリティレベルをさらに向上されることができます。24語のニーモニックフレーズはパスフレーズセキュリティ、パスフレーズセキュリティモードのデフォルトで作成されます。基本セキュリティモードで24語のニーモニックフレーズを作成したい場合はスイッチを切り替えてこのモードを有効にしてください。デフォルトでは12語のフレーズが作成されます。パスフレーズセキュリティ、パスフレーズセキュリティ、このセキュリティモードは経験豊富なユーザーにおすすめです。12語のニーモニックフレーズに加えてパスフレーズと呼ばれる13番目の単語を作成するようにウォレットが提供されます。パスフレーズはスマートウォレットに保存されず、ユーザーだけが知っています。何らかの理由でニーモニックフレーズにアクセスできなくなった場合、パスフレーズがウォレットを保護します。ただし、パスフレーズをし尽くしたり忘れたりすると二度とウォレットにアクセスできなくなるため、パスフレーズを使用することは経験豊富な暗号通貨ユーザーにのみお勧めします。初心者の場合は基本セキュリティモードに移動することをお勧めします。パスフレーズセキュリティを選択し、パスフレーズの役割と作成ルールについてスマートウォレットが説明する画面が表示されます。画面の上部には24語のニーモニックフレーズが生成されます。長押しするとフレーズが表示されますボタンを押してフレーズを読むことができます。スクリーンショットやビデオを撮ることはできません。これにより第三者があなたのウォレットにアクセスする可能性がなくなります。ニーモニックフレーズの下にはウォレットにアクセスするための秘密の単語であるパスフレーズを作成するためのウィンドウがあります。パスフレーズを考え出し入力して次へをクリックしてください。スマートウォレットはパスフレーズを保存しません。したがってこの単語を安全に保管し覚えておくことが非常に重要です。スマートウォレットはこれについて警告します。 OK をクリックして次に進んでください。次にニーモニックフレーズから全ての単語を正しい順序で選択し、パスフレーズを入力するように求められます。それを行い次へをクリックしてください。全てが正しく行われた場合、次のメッセージが表示されます。これであなたのウォレットが作成されました。パスフレーズを作成するとき、およびそれを使用してウォレットをインポートするときに重要な点に注意してください。パスフレーズは新しいウォレットを作成するときにのみ設定できます。パスフレーズはユーザー自身が考える必要があります。パスフレーズを忘れた場合、復元することはできません。パスフレーズをニーモニックフレーズとは別に保存してウォレットへの不正アクセスを防止する必要があります。ニーモニックフレーズとパスフレーズを使用して既存のウォレットをインポートする場合は、パスフレーズを持っていますの行にチェックを入れ、その後の手順を実行する必要があります。基本セキュリティ、ベーシックセキュリティ、基本セキュリティを選択するとスマートウォレットはすぐに新しいウォレットを作成します。その後ウォレットにアクセスするためのニーモニックフレーズを保存する必要があります。
メイン画面のバックアップが必要というメッセージをタップすると画面が表示されます。画面には24個の単語が表示されます。これらを読むには長押しするとフレーズが表示されますというボタンを押してください。このフレーズはあなたの資産の安全性を保証するために非常に重要です。紙に書き留めることをお勧めします。ニーモニックフレーズを電子デバイスに保存したり他の人と共有したりしないでください。アプリを使用するにはニーモニックフレーズを正しい順序で入力する必要があります。正しく入力するとおめでとうのメッセージが表示されます。ニーモニックフレーズを消して他人に渡さないでください。スマートディフェンダーを使用してスマートウォレットを作成する方法は、スマートディフェンダーは NFC チップが搭載されたカードでプライベートキーの一部が保存されています。これはトークンの賞金やスプリッティングの報酬を要求するためにスマートウォレットでトランザクションを承認するために使用されます。トランザクションを承認するにはスマートディフェンダーをスマートフォンに接続するだけで十分です。これにより暗号通貨のトランザクションを実行する権限はスマートディフェンダーの所有者にしか与えられません。またスマートフォンを紛失してもユーザーの暗号通貨は完全に安全です。次にスマートディフェンダーを設定する方法について説明します。ウォレットの作成時にスマートディフェンダーを使用するオプションを選択してください。ウォレットではスマートディフェンダーを使用する方法についての説明が表示されます。下のボタンをクリックして設定に進みます。次の画面でスマートディフェンダーをスマートフォンに接続するように求められます。カメラ側にカードを当てます。スマートフォンには NFC チップが搭載されているためカードを 1,2 秒間接触されるだけで十分です。カードを早く取り外すと読み取りが失敗する場合があります。一部の場合デバイスの設定で NFC を有効にする必要があります。設定が完了すると通知が表示されます。楽しいお仕事をお祈りしております。